というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあ昨日ね、ガチャの話をしましたよ、はい。まあでもね、例えばそうだな、まあ2凸3凸4凸とありますよ、うん。まあ、翼くんなんか貫凸してるキャラの方が少ない。いやもう全然少ないですね。で、まあ、よく翼くんが口にしてるのは3凸あればまあなんか十分的なね、ことを言ってますよ、強い強い。で僕だと例えばじゃあここまでずっとオール貫凸でやってきましたと、ね、でまあじゃあ1対2対1凸2凸で終えたとしても、なんだ戦力ダウンじゃねえだろうと、まあ、翼くんから見ればね思う、はい、そう思うでしょ、別にいなくたって、でもね、僕らの課金帯の人間が穴を持ってるっていうのはこれはダメなんです。なぜかというと、まあ、PVP を見てごらん。まあまあね、はいはいはい、ね、あの翼くんぐらい の, あのクラスでやってれば全然十分なんだけど、マスター隊行くとオール貫凸場なんですね。まあもうそうなんだ。これで旬のキャラを貫凸じゃないともうここが穴ですよね。ああなるほどね、はいはいはい、こうなっちゃう、はい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 、だからもうもし僕らの課金帯で、貫凸しないのかもう使わないな、これしか選択肢がない。だからもう僕からすると3凸とかで運用してる翼くんが考えられない。逆にね、運用できねえ使えないだろそれっていう、はい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 、そのフィールドが違うの、戦ってるフィールドが、ね、まあそうですね、はい、階級も違うしみたいな、そうなんですよ、はいはい、ゾーマ3凸強いとか思ったんでしょ翼くんね。あもう全然ザコと最強だと思ってるよね。ザコですね3凸は、ね、全然だけどな、まあ、だって勝ててるもん。そうなっちゃう。はい、で僕今本当にね PVP やってて、はいはい、今回はスロースタートですよこれ、言ってましたね、フェーズ1一切やりませんでした。あ本当にやんなかったの。そうです、だからもうぶっちゃけ今日ね、はい、火曜日なんで昨日からですね。でまだ6戦です。6戦しかしない。はい、1日3戦です。これね、はい、まあ対戦相手出ますよね、まあ、もちろん見たことない人ですよ当たるの、まあ、現状プラチナ隊にいるわけですからね。そうそうそう、はいはいはい、プラチナだったかな、あそうだね、あその次はダイヤモンドだね、はい、そうです、はい、戻されたそこの隊にいるわけですよ、うん、ほんで、ね、まあ3凸ぐらいベースなんですよ、ああ相手が、はいはいはい、これと戦うとどういうことになるか、翼くんのオール3凸ぐらいだったら何敵ぐらいでしょ。まああのちょっと腰据えようかなっていう感じですよ、うん、それは、はい、ね、僕がまあやりますよ、はい、僕は別に闘技は決してうまくない、まああの、ね、はいはい、まあ、基本的に速攻パで、うん、もうあの戦略も何もなく力を叩いていく、なだれ込めこういう戦いしかない、はいはい、ガンガンいこうぜ。じゃあまあやりますよ相手3凸ね。さっきも翼くんにも言いましたけど、はい、まあ、翼くんの HP 盛りと僕の速攻パが同じぐらいの HP なんですよ。そう、僕が頑張って HP 持ったのが速攻パのあなたの体力、速攻パと対して体力変わらない、ね、ひどかったあれはね。そう、はい、こういうのが意外とね、これは配下記者も分かってないんですよ。そんな感じなんだ。速攻パイコール、耐久できないっていうイメージでしょ。でも相手が3凸ベースぐらいだと十分なんですね。そうですね、結構速度盛りしたとて、そうそう、それと、まあ、今ちょうど PVP、はい、今回ドルマー接待ですよ。あそうですね、うん、だからガルマッツがまだ強くなってるわけです。ガルマッツが強くなってダメでしょ今回で、はい、で3凸ぐらいに、まあ、まあ今そうですね、使えるキャラ、まあ、神竜グレイナルなんていうのはもういつもずーっと使えてますよ、はい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 、グレイナルなんかはワンパンです。ワンパン、グレイナルワンパンって正直あのいつもの僕の PVP では絶対にありえないんだ。ワンパンできちゃうんですプラチナ対策、そうコントロールマンプラスされてるとね、はい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 、こういう風になっちゃう。だから本当僕ね今初めて今回、PVP でここまでやらないで、今下からスタートしてるんだけど、はい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 、ちょっとねかわいそうになる。ちょっといじめの気分。僕今4体でやってるんですけど、この4体選別できちゃうんですよ。いうわあなるほどな。でもちろん全部1234番ですよ。まあそりゃそう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 、だからこれ相手も分かってないんですよ、心で殲滅されるっていうのがね。まあまああんま見ないですよそんな ね、はい、まあだからいやーこれ相手が全部先行してきたね、どれぐらい残るかなって思ったら残らねえ。チリとだから交差押すタイミングも、まま、忘れちゃうぐらい、ね、忘れてるから来ないでしょ。おっ知ってたらもう頭交差でもいいぐらいなんですよ。まあね、だから僕もね、はい、えってぐらいになっちゃうので、意外とね。こんなもんみたいな。こんな、だから今まだ6戦で、全部、スピードを上回られたことがないんですよ。そりゃまあそうですよ。うん。一番遅いキャラすら4番目に来るわけですよ。そりゃね。はい。だから、僕らの課金隊では3凸で止めたりするのは、もはやもう使わないと言ってるようなこと、はいはいはい、使用することはもうできない。そうそうそう、もういいや、使わない。こういうことになるわけですよ。だからまあジャミラスがね PVP でだいぶ使いましたけど、はい、これを貫凸にしなかった人は後悔したよね、はいはいはい、でもまあ復刻とかしてみんななんとか貫凸にしたとか、はい、みんなそこを狙ってたわけでしょ、だからまあ本当にねこういう例えばまあミネアとマーニャが僕が貫凸をしないで、まあ、やめたとしたら、はい、まあ、今度いつね闇鍋に入ってくるのかな、まあ、分からん、そこにもなるし、闇鍋に入ったら入ったでピンポイントで狙えないからね。難しすぎますね、意外と大変なんですよ、はいはいはい、逆に大変だ、復
国として来てくれればいいんだけども、うんうん、だからもしこれが使えるキャラであれば今後もね、はいはいはい、これは大変なことになる。そうか、だからもう使わない覚悟で貫突にしないと、もう引かない時はもう使わない覚悟決めた時でしか無理なんだ。翼くんのフィールドとは違うんですね、僕がいるフィールドっていうのはね。引けたら使おうにはならないんだね。そうなんですよ、はいはいはい、どうやっても本当にとあの得意 PVP が得意でない僕ですらマスタータイツっていうのは簡単に逃げちゃうんですね。ああ、オール監督ならば。そう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 。これすごい情報だよ。そう、はいはいはい、もう突っ込むだけでいけちゃうんですよ、そこまでは。はい、レジェンドに行くのは大変頑張んなきゃいけないけど、はいはいはい、マスターに行くなんてのはそのぐらいでいけちゃう、まあ、攻めときゃいけちゃうよ。そう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 、これがまあ監督で、ね、で勝手にそうなっちゃうと、うん、まあやっぱりねちらほらとそういう監督じゃないキャラがいると、はい、まあ、そこが穴になってきて、なるほどね、何かどっかで足元を救われる時がね来るわけですよ、はい、それとまあやっぱり今ねこのミネアとマーニャ、うん、もしかしたらこの京都デスピサロのこれでうんなんかすごいですね、カモミとかね、だからみんな引いてる、まあね、つばさんその気持ちはないんですよ。これ仲間に迷惑をかけたくないから僕はミネアとマーニャを監督しますよっていう気持ちはないんですよ。ゼロ、これがチームですよ。いや僕はだからそこで貢献できない分今鍵を一切使ってないから、だからこれね母体確保は絶対にしなきゃいけない。なんかね噂によるとああ、まあこのぐらいの共闘システムであれば、うん、1凸ぐらいで十分っていうのも耳にしたんです。だからやっぱり最低限母体確保っていうのはもうこれはギルドにいる中では絶対的な、いやいや、そんなもう課金しなさいって言ったら僕はギルド出ていく時ですから。これミネアとマーニャどっちかいるんですか。どっちもいない。じゃあもう参加しない方がいいかもしれないこれね。だからデスピサロかな、そもそも20人いないんだったらまあ関係ないけどね。そうそう、もうまだだもうミネアマーニャもどっちもいないのっていう状況になったらこれ恥じよこれ。いやもう慣れたもんよ。でもどう考えてもあのドラゴラム、ね、うん、もうすでにデスピに刺さってるからね。まあそうなのよ、絶対これが大事なのは分かるわけ、絶対だってことは分かる、全員で変身するわけですよ、はい、これがそうね、すごい光景になるわけです。いやもう浜辺のセラフィーですよ ね、 みんなね、みんながドラゴラム、ドラゴラム、ドラゴラムってやってる中で一人でゾウマがニョキってそんなになるわけでしょ。いやまあでもドラゴン揃えたいからね、ちょっとグレードラとか入れときましょうかね。シャドウなんだか分かんないけど本当なんか邪魔みたいなね、こうなっちゃう。まあまあまあそれはそれで面白い。でもね、うん、そういうチームのためにあのトッツするっていうのもあるわけですよ、やっぱり、ね、いやまあだから本当にそのポイントでね接戦してきて、うん、これあとトッツさんやっとけばなとかの課金はあると思います。ギルド大会に向けて、うん、まあ、ちょっとね防御を固めるために。いやいや分かりますよ、はいはいはい、はい、そんなのね。ただやっぱりねこの本当にそうして思うのが、うん、まあ300連400連とかまして貫突ができなかったと、こんだけの銭を使わして使えねえってどういうこっちゃってすごいぐるーっと一周して戻ってきましたよ、ね、はい、使えねえの、まあ、俺は詐欺、ある意味違う詐欺がもう一個入ってるんだからね確率だけじゃなくて、そうそうそう、どんなもん買わしてんのこれっていうね、とんでもねえじゃん。だったら貫突で売ってくれってのはまさにそういうことなんですよ。まあまあね、貫突20は安いからね。いやもうそれね、すごい貫突20は安いの。俺としては20は高いけど、まあでもそういう感覚になってる。買うでしょ翼の貫突20。買わねえよ20。買うでしょ、もっと別のことするよ俺は。そうなの。はい、20で貫突買えちゃう。いらない、いらない、バイクの免許取りに行くよ。あ、それはちょっと驚いた。いやそんなに感覚違う。驚きました。あ、そう、安いの。安くない。俺無課金未課金に聞いてごらんなさいって、ね、50インチのテレビ1000円で売ってたら買うでしょ1000円なら買うかも。同じです。いや違う同じなの。違う違う、安いと思うし、安いと思うよ。50インチ1000円は安いと思う。貫突20は安い、同じなの。いや高えの、絶対違うの。おかしい、違うの、それはやらねえ。だからやっぱこれね、うん、本当に何がいけないかっていうのは前から言われてるけども、はい、一突無突一突が何にも使えないっていう、もうこの貫突相手になっちゃったわけない、まあ、そのねレベルに関して。でもやっぱこれ本来はもう一突で十分ぐらいでいいんですよ。いやーそうね、本当そんぐらいでいいと思う。何その6体集めるって意味が分かんない、意味が分かんない。まあまあね、今のソシャゲってそういうのかもしんないですけど、そう、はい、ウォークみたいに代用ができるならいいよ、はい、でもそうじゃないでしょ。本当に唯一無二みたいなのがいっぱいあるじゃないか、もうピックアップに関してはね、はい、これはちょっとね、うん、今後、うん、どんどんこういうところが足引っ張って、まあ、寿命を縮めるとやっぱこういうところが出てくるんだろうなっていうね、走り切る可能性もありますけどね、これ、まあ、そのうちね、だから思うのはもうこんなね、まあ、1周年だとか2周年だとか、まあ、いろいろやってるでしょ、お正月だ、クリスマスだとかやってるでしょ、うん、なんかプレゼントしたらいいのに一体あーもうキャラボーンとね、そう、なんか好きなのを突させてあげますとか、ね、はい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 、貫突させてあげますとかこれぐらいやったってマイナスにはならねえのよ。まあね、ほんと一体ぐらいいいよね。最初からそのぐらいね、
運営のそういうイメージ作りでやってきてたら、うん、今わちゃわちゃしてますよ。まあ確かにもう正月来るってことは何か一体できるぞっていう楽しみになりますけど、 そのためにはね、美化金ぐらいするかもしれない、翼に、ね、あ確かにそれだったら母体だけ確保しとこうって、まあ母体がある人限定で貫突にできますよ。だったらまあ母体、こういうのがね、僕はビジネスのやり方じゃないかな、まあ、餌を出す、ね、餌を。ガチャの窓口は確かに配課金が狭いですからね。いや本当にね、そうすればまあなんつうかな、時間をかければ、この間も言ったように新規税だって、はい、もしかしたらね、ワンチャンね、うん、一発で貫突にできるかもしれないとか、なんでこんなに餌を与えねえのかなっていうふうにね、たまに。で最近はジムを配らないのって話も出てきてますね、らしいですね。僕からしたらそのどうでもいいんだけども、いや無課金美課金ですよ、死活問題です、まあ、中にはいましたからね、か俺ゲルト大会はジェムのために出てんだよ知ってるやつがいましたまあそういう人もいるんだろうね、ジェムをもらいたいがために、はい、で参加しないんだ、一生するのにもらえるし、なあ構成品ならまだもらえるね、あのそうですね、クラスによってもらえるし、はい、そのためにやってるって言ってらっしゃいました。あんまりジェムのためにやったら楽しくなさそうな気はしますけど、まあだから総じてね、はい、まあ、だから翼くん、まあこの美課金隊との違いじゃないけど、三突なんか使えねえんだと、めっちゃ使えやん、使えないつもりで突をしないまあね、本当に配課金、僕もあの勇者三突して喜んだって言ったら、うん、カモだよって言われて、あとやっぱりね、翼くんもこのギル、今ね、ウカメロさんの代わりにギルマスをやってるんだったら、うん、皆のためにマーニャぐらいはゲットするぐらいのあれを見せた方が多分ね、喜ばれるんじゃないか、評価が上がると。金があればね、まあそう、もう奪ればいいでしょ、奪ればいくら無限大ですよこれ奪っても足りねえ、僕いくらガチャやったって出ねえんだけど、奪りゃ銭はできるからね奪れば無限ですよ、とりあえず夜まではねまあこの生活の話は置いといてですよ、うん、まあだからそういうこと、はい、本当にこれはもうそうやってね、チームのために僕はちょっとマーニャを引きますよって言ったら、これ株は上がるよっていう話をしたかったわけですよ、うん、なんかこの話してよ、だから冒頭のこと逆に来てるよねそういうことですよ、まあ、はい、今回ははい、どうも、あずしと翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。